ディカこんにちはノブ,ですノブ沖縄情報チャンネル始まりますということで本日は元旦からパルコに来てみましたちょっと福袋とか初売りの様子見たいと思いますそれではパルコに行ってみますそれではパルコドラバザールそんなのやってるんですね、はい、入っていきまーす ということで食品福袋引き換え券整理券をゲットしました。まだ普通に配ってました。10時に過ぎてるんですが、普通に購入できました。てかまだ引き換え券ですが、今から購入したいと思います。今まだレジに並んでおりますが、この食品福袋引き換え券のこの番号が186番ということは多分186人目なんですよね。パルコで販売する数の詳細が発表されてなかったのでわかりませんが、ライカムとかで300個台とかだったので、 もう同じぐらい、かなと思うので半分ぐらいはまだ受け取れるっていう感じみたいいいですねいっていうことで、ゲットしました。これ開けたいと思います。はい、ということで、戻って参りました。こちら、カルディさんの福袋をゲットです。それでは開封していきましょうかね。何を買ったのかとご紹介させていただきますと、こちら、こちらが大人気の重たい食品福袋。 食品福袋です。4000円ですね。 税込4000円のものになります。こちらがカルディさんの食品福袋です。そしてあともう一つですね。ま、実際にこちらはそんなに買う必要はなく、買う必要なかったって変なんですけど、買うつもりはなかったんですけれど、こちら1800円、税込1800円のカルディさんのコーヒー豆の福袋ですね。人気セットっていうことで3種類入ってるって言ってたと思います。こちらが豆のタイプです。僕一応豆からいつも購入してるの、豆のタイプのものをいただきました。こちらが1800円です。 こちらとこちら合わせて5800円です。なんで本命のこちらとプラスこちらを買ったのかというと今までの福袋動画でもお話しさせていただいてる通り1月18日までだったかなメルペイさんのスマート払いの定額払いに設定すると5000円以上のもので合計で1万ポイントっていうか基本的にこの購入した額の半分のポイントが返ってくるっていうものに関わるような形で5000円以上の買い物をしようと思ってます。今回の4つの福袋で全てそれを使い 切ったという形でまあ2万円以上実際には購入しているので1万ポイント上限しか返ってきませんが上限いっぱいまでポイントをいただけるような形になりましたおそらく大丈夫だと思いますこちら2つの福袋そんなことはいいですねとりあえず開けていきましょうっていうか食品本当にこっち重たいですそれでは開けていきますそれではまず購入したこちらの豆袋豆袋じゃない福袋の豆のやつですねコーヒー豆のやつから開けていきましょうこちら1800円です でもこちらもこうやって可愛い袋ですねこちらの袋だけでも結構価値があるような気がしてしまいますがこちらの豆の福袋を開けていきますよいしょこの購入した証拠のこのシールも剥がしときましょうそれではオープンザザザザザザ。じゃーんということでもちろん豆が3つ入ってるんですけれど基本的にこちら豆がいろんなものが人気のものが豆が3つ入ってるっていうものになりますそれでは1つ目出てきました こちらがニューイヤーブレンド2021年カルディのニューイヤーブレンドですねこちらが1つこちらも多分 200g そうですねコーヒー好きなんですけどそこまで詳しくないんで読むだけになりますがルワンダさんニカラグアさんのものがブレンドされたもののようですこちらのニューイヤーブレンドこちらまた飲みたいと思いますそれでは次こちらこちらがブラジルダークローストブレンドですねブラジルのダークローストブレンドカルモデ ミススカルモデミナスチクっていうところでそういったところで取られた豆のようですこちらもカルディさんのものですダークロースト結構好きなので当たりかもしれません個人的にはこちら苦みが結構あってボディはフルライトというよりフルっていう感じでローストも深入りな感じのもののようですこちらも同じく 200g のコーヒー豆になりますそして 爪つ目がこちら、じゃん。こちらがバードフレンドリーブレンドっていうもののようですね。こちらも、こちらはそこまで苦味が強くなくて、ま酸味と苦味バランスが取れたような形でしょうか。こちら結構バランス取れてますね。ボディもライトとフルの真ん中中間あたりで、ローストは浅いりっていうような感じですね。どちらかというと。 そういった豆3種類になります。有機レギュラーコーヒーなんですね、こちらは。他のもか、有機レギュラー。こっちは有機ついてないですね。 のニュューーーーイヤーも普通にレギュラーコーヒーということでこのバードフレンドリーコーヒーだもともとこういったものなんですね。環境と鳥に優しいバードフレンドリーコーヒーということで、かつてコーヒーは熱帯森林を守りながらシェードグロウン、木陰栽培という伝説的な方法で生産されてきました。しかし近年はセンサー性を高めるために森林を切り開いて栽培を行うようになり、渡り鳥が急速を取るような森林が失われてきました。バードフレンドリーは鳥に生息地を与えるシェード グロウン有機栽培農園で生産されたコーヒーで収益の一部米国スミソニアン渡り鳥センターを通じて世界中の渡り鳥保護のために還元されていますっていうような鳥に優しいコーヒーのようです有機栽培されてるんですねこちらはまたそういった意味では当たりかもしれませんね皆さんがどういったものが出てるのかすいませんが分かっていませんのでこちら僕自身が本当に当たりか分かりませんが個人的にはこの3種類当たりな気がしますねこちらはなんかみんな入ってて 気がするんでこちらのブラジルダークロースト結構好きそうな感じのダークな感じのコーヒーのようですそしてこちらは有機栽培っていうようなコーヒーのようななかなか当たりなような気がしますそれではこちらがコーヒー豆の福袋でしたそれではこちらですね本命いきましょう見てませんでしたが中にカードが入ってましたこういったカードが入ってるんですね今回こういった福袋カルディさんの福袋ちゃんと買えたの初めてなんで知りませんでしたがコーヒーポイントカードが福袋分のハンコが押されてる状態で 入っておりました100ポイント貯まるとマイルドカルディ 200g のチケットとかをいただけるような形ですコーヒー豆100円で1ポイントっていうことになりますなので1800円なので18個ついてるっていう形ですねもうこれまだまだですがこちら欲しい方いるかな僕あんまりカルディさんのコーヒー豆実際にそんなに普段買ってないのでなかなかたまらなそうなので誰かにあげてもいい気がしますがまあ有効期限はないですよもし欲しい方いたらコメントいただけたら考えてみたいと思いますちょっと ちょっと余談でしたそれでは早速早速じゃないですねこちら開けていきましょうそれではこちらの食品福袋カルディさん4000円ですそれでは開けていきましょうこちら初めて購入できたので楽しみですそれでは開けてみますちょっと近すぎるから大丈夫かな開けまーす じゃーん。ということで、上からジョント開けていきましょうかね。取り出していきます。まず見えてますが、こちら。やっぱりちょっと近すぎますかね。こちら、カルディさんのこちらもコーヒーです。ドリップタイプのコーヒーですね。10g が10袋入っているタイプのものです。こちら、ドリップコーヒーです。こちらです。多分豆は一般的なものかなマイルドカルディって書いてます。こういったものが。1個目です。それでは、どんどんいきます。2つ目。 じゃーんということで、ちょっとアメリカンな、非常に甘そうなお菓子ですね。ヘーゼルナッツ。なんて読むんでしょう。カストネールですかね。カストネールのヘーゼルナッツのチョコレートお菓子ですね。チョコレートワッフルウィズヘーゼルナッツクリームということで、チョコレートワッフルですね。こちらのヘーゼルナッツクリームが入ったチョコレートワッフルです。こういったものが当たりました。当たりましたって言え言い方ですね。ワッフルってまあ日本語で言うとこちら、ウェハースっていうことか。チョコレート ウェハースですねこちらですそれでは2つ目でしたそれでは3つ目行きまーすよいしょ豆乳ビスケット正月パックプリンピーナッツいちご味各6枚ニューイヤーパックですカルディさんのニューイヤーパックですこういった形の豆乳ビスケットですねプリンクリーム豆乳を練り込んだビスケットにプリンクリームピーナッツクリームいちごクリームが入ったものです枚数は18枚入ってます 二枚かける三種類ですね。といったものです。それでは三つ終わりました。それでは次四つ目。じゃーん。おー、ティムタムだこちらティムタム懐かしいな。これタイでも売ってたんで、タイでも時々買ってました。ティムタム甘いですよね、これ。オリジナル、多分一番オーソドックスなものですね。チョコレート菓子です。こちらになります。これで四つ目です。なんか上の方にお菓子系が続いてますが、何が取れるかな。これは何だおー、パスター。 見えてないな。パスタパスタリグオリ。リグオリのパスタってことで、全然ブランドとか分かってませんが、パスタ結構重いですね。500g。1.8ミリのパスタ、500g が入ってました。なんかなかなか、パスタなんて一番安いのしか普段買わないんですけど、なかなか上等そうな雰囲気があるパスタです。こちらです。これで、 1,2,3,4,5個目ですね。5つです。それでは次行きましょう。6個目。なんかチラッと見えてるの。かっち行きましょう。じゃん。沖縄県波照間島産黒糖20%使用黒糖くるみです。その黒糖だけじゃなくね。くるみのあったパターンですね。くるみの周りに黒糖が入ったパターンのものですね。くるみはカリフォルニア産みたいですね。カリフォルニアの太陽をたくさん浴びて育ったくるみを使用しました。黒糖は波照間島産の砂糖きびを煮詰めて作っ 作った黒糖ですこういったものですこれで6個目ですまだ結構入ってますよ次行きましょう何が取れたかななんかジュースっぽいのこれミルクかなおお、ドゥー いちごプリン。これもカルディのやつなんです。なんか面白いのすごいな、これ。プリンが当たったようです。娘とどこかのタイミングで食べましょう。なかなか美味しそうですね。いちごプリン冷やして。この中にもう基本的にはプリンができてるんですね。まあ、溶かしてお好みの形にすることもできるようです。こういったいちごプリンです。次が8個目ですね。ここの横に刺さってるやついきましょう。じゃーん。これもお菓子か。あ、これ僕のおつまみになりそうだ。なかなか美味しそう。食塩油不使用のクルミアーモンドヘーゼル ミックスナッツ、パンプキンシード、クコの実の入ったまあ家はミックスナッツですね、10日分ということで、これ、美容低糖質ナッツっていうことで、10日に分けて1袋25グラムのものが10パック入ってるようです。これ、一気に食べちゃだめなんですね。僕だったら一気に食べてしまいそうですが、ヨーロッパ研究結果をもとに栄養バランスを考えた黄金比率のミックスナッツにパンプキンシードとクコの実をミックスしたもののようです。おいろんなものですね植物繊維オメガ3鉄アエンビタミン E と体に優しいい栄養素を含んでででるそうすすこちらミッックスナッツですやばいまだまだいっぱい入ってる中見えましたがめっちゃいっぱい入ってるよいしょー次ーあこれいいなアーグルグレー紅茶ですねジャネットって読むのかなパリスジャネット こちらの紅茶。アールグレイの紅茶が当たりました。紅茶毎朝飲んでるので紅茶も嬉しいんで、こちらもなかなかいいもの当たりました。それでは次行きましょうね。よいしょということでこちらオリーブオイル 500ml。オリーブオイルも普段使っている油なのでこちらも嬉しいです。オリーブオイルでも結構ストックあるんで、なかなかこちらにたどり着かなそうな気がしてしまいます。 オリーブオイルです。エキストラバージンオリーブオイル。クラシコっていうメーカーのものですね。こちら、当たりました。 それでは次いきますよ。次なんかちっちゃい缶詰。お、サバカレー。これ美味しそうだな。サバカレーです。国産サバを使ったサバカレーっていうことで。カレー自体はインドカレー。サバカレーってインドでしたっけすいません。適当なことを言ってそうですが。サバカレー。インドカレーでしょ。かなかなか美味しそうですね。こちら缶詰当たりました。一人分ぐらいですかね。150g ですね。こちらサバカレー。 美味しそうでーす。それでは次行きまーす。まだ入ってますよ。なんか、本当はまだ、なんだお蜂蜜蜂蜜じゃないか。メープルシロップかなどっちだ蜂蜜ですね。ハニーって書いてますね。オーガニックの蜂蜜ですね。上等な蜂蜜です、ね。蜂蜜も我が家僕自身そんなに使わないんですけど、娘とか妻が結構普段パンに塗ったり、いろんなものにつけたりしてるので、蜂蜜。砂糖代わりのうち使ったりするので、なかなか嬉しいですね。 こちらもパンにつけて食べたりしたら美味しそうですね。オーガニックだし、体に良さそうです。こちら、ミツでーす。よいしょ、避けておきます。次行きまーす。なんかちっちゃい袋。なんだこれ。チゅーん。ということで、これはただの、ただのというか食品じゃないですね。こちら、もへじ、手ぬぐい、エコバッグですね。エコバッグこちらちょっと、今、開けてみるか。 出したものから開けていきましょう。手ぬぐいのエコバッグ。僕のエコバッグ、先日のモスバーガーのエコバッグが完全に僕のものになったので、これはどういったものになるでしょうか。結構なんか可愛い感じですね。モヘジ手ぬぐいエコバッグっていうことで、手ぐい型のエコバッグ。どうなってるんだこれ。近すぎてわからないですよね。あ、結構小さめではあるけど、あ、こんな感じですね。結構可愛いな。大きさはもうこれぐらいですね。この上は縛るような感じです。ここで、 結ぶような感じになっているエコバッグです。ちょっと分かりにくいんで、後で全部取り出したら下に移動しようと思うので、ちょっとその時にもうちょっとしっかり見ようと思いますので、こっちの横に置いておいて、他の食品取り出していきます。ちらっと見えたらこれから行こうかっていうのを見たい。こちら、こんなのも入ってるんですね。ノート、コーヒーオリジナルストーリーってことで、ノートですね。ちょうど手帳に使うノートとかを今年買おうかなと思った時期なので、もしかしたらちょうどいいかもしれないですね。 いい開けましたが。 普通の英語版ぐらいですね。英語版の方眼紙状になったノートです。なかなか可愛いデザインですね、表紙。コーヒーオリジナルストーリーって書いている、こちら。英語版のノートだと思います。ノートでした。それでは次、こちら。なんだこれ。かのとうし。今年牛です。今年牛年ですよね、確か。あ、えの牛年のチョコレートですね。えとチョコレートっていうことで、チョコレートが 当たりました。チョコレート。よいしょ。それでは次いきます。まだ入ってます。おお、今度はお味噌汁。5種のお味噌汁。ということで、だしが効いた5種のお味噌汁。青さ油揚げ、根菜、揚げなすに、長ネギの5種類が入ったお味噌汁です。1個ずつですね。5食入りなんで。フリーズドライのお味噌汁でした。それではまだありますよ。いっぱいあるな、本当に。 よし。こちらをまた今度は牛どしシーズンですね。牛どしシリーズがもう一個やっていきましたが、こちらお茶かなそうですね。抹茶入りサイン茶ティーパック。 お茶のティーバッグですね。2グラムが5袋入っているお茶になります。かわいいですね。こちらお茶になります。お茶も日頃ご飯の時はちょこちょこ飲んでるね。こちらもなかなか使えるものになります。それではお茶も避けておいて、次はだんだん減ってきたな。よいしょこれはなんだ今度は柚子胡椒。なかなか美味しそうですね。柚子胡椒を使うタイミングがなかなか難しいですが、美味しそうなものです。食品添加物不意使用大分県産唐辛子 柚子を使用した柚子胡椒になります美味しそうですね。こちらもいただきたいと思います。それでは、あとは、お、最後かなちょっと中見ては確認してませんが、最後っぽいものを取り出します。じゃーん、ドレッシング。先日新しいドレッシング買ったとこだな。こちらがあったら、これにしといてください。 ドレッシングだけどサラダのうまみたれうまたれか醤油が多そうな感じのドレッシングはドレッシングというよりタレなのかなでもまあニンニクのうまみがサラダを美味しくしますということでサラダのドレッシングとして使うようなものですね こちらもなかなか美味しいそうです。ということで、これで以上からちょっと中身覗いてみましょう。ということで、机の上がめっちゃ大変なことになってますが。<laughs> こちら中は空っぽです。全部使い切りました。そしてこれ自身も、まあ、かさばるっていうか、あんまりちっちゃくはならないですけど、マイバッグとか、あと普通にちょっと出かける時の中入れるものとかに使えそうですね。ねこちらポケット。こちら2つあるし、 中にも内ポケットがここに1個あります。後ろはポケットないですけど、小っちゃいポケットもあって、中もこれだけの量がいっぱい入ってたので、十分なものかと思います。それではちょっとおさらいというか全体的な部のを、今この状態だと見にくくなるので、ちょっと移動します。それでは移動します。じゃん。はい、ということでこちらが以上になります。この上3つはコーヒー豆の福袋ですね。なのでこちらの下が食品福袋になります。ちょっとわかりやすいように、こちら下だけ移しましょうか。 食品福袋にに入っていたのののがこちらのものになります全部で何個あったんだろう数えていきましょうか1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8ですね18個になります18個で4000円って1個あたり200円ちょっとですねしかも税込みで考えると3600円ぐらいで考えると1個200円 って、よっかんだこれめちゃめちゃ安いですよ。もしかしたら1個あたり100円ぐらい。まあ、こういったティムタムとか結構安そうな気はしますが。普段買うもので言うと、ミックスナッツとかこういったもの結構高そうな気がするんですけど、こういったものが入ってたり。パスタも 500g ぐらいでいくらなんでしょう。まあ、そこまで高くないか。こちらの蜂蜜とかもいい値段しそうですよね。こちらのオリーブオイルも結構な 500g 入ってるやつなので、結構な値段しそうな気もしますが、<laughs> 一体総額いくらになるんでしょう。 誰か分かる方ぜひ計算してみてくださいカルディさんちょこちょこ寄るんですけど実際にあまり買い物しないんで値段の相場が全然分かってませんがなかなかお得なものだと思います初めて手に入れましたがなかなかお得でーすあとはこちらですねちょっと小さチャック折りたたんでましたがさっき見づらかったもの広げてみましょう これがですね、広げると、この、これで広げた状態ですね。こちらでこう、もう広げた状態で、ここの中に食品というかエコバッグなので、商品をまあ、買ったら入れて、この中にちょっとかさばるものを入れてみましょうか。こういった感じで入れていきます。ちょっと入れていきますね。 ちょっとかさばる大きいもの系をこんな感じで入れましたが、これをやってここでキュッて蓋を閉めて、 持って帰るっていう感じですよね。ここも団子結びいいのかな団子結びしたら取るの大変なことになりそうですが、思ったときは、こういった感じで持って帰る。結構可愛い感じですよね。これで買い物したら、おしゃれだなっていう感じに思われるかもしれません。まあ、カルディさんの福袋買ったなって思われる可能性も大ですが、こういった感じの可愛い感じのエコバッグになります。ということで、ちょっとかなりバラバラな状態になってますが、こちらが購入した食品福袋の全貌になります。すいません。一つ落ちてました。柚子胡椒がありました。 って考えると19品だったのかなこういったエコバッグとかも加えるとなのでこちら柚子胡椒も加えて19種類だと思いますこちらが本当に全貌でしたはいということで今回こちらのカルディさんの福袋をゲットできましたっていうか僕自身ですねパルコにまあカルディの福袋を一番目的に行ったのは行ったらいいんですけれど福袋の今年の情報っていうことでかなり一番最初にお届けした動画ですねそちらの方でカルディさんの並ぶ時間とあと販売開始の時間をお伝え させていたただきましたがライカムの北中城にあるイオンモールライカムですねそちらの方では8時に整理券配布開始で9時から販売開始になりますそして宜野湾市にあるサイエンコンベンションシティですねそちらも同じく8時に整理券開始で9時から販売開始になりますそして一番遅かったのが今回行ったパルコの9時に整理券配布開始で10時から販売開始でしたそして行ったのが10時過ぎだったのでパルコの駐車場に入ったのがちょうど10時ぐらいだったので実際にお店にたどり着いたのが10時過ぎ だったのでもう整理券の配布とか終わってるのかなと思ったんですけどまだ全然配布されてました並んでる時にちょっとお話ししましたが180番台ぐらいの整理券番号だったので9時から10時でまあ大体半数ぐらいの方が受け取ってあとプラスで午前中いっぱいぐらいで終わるのかなまだその後も続々とお客さん来られてたのでどんどん売れてるんだと思いますがで考えると沖縄はやっぱりカルディさん内地とかでまあ沖縄でも大人気なんですけれど内地とかだと本当に手に入りにくいっていうものですけど 沖縄県だと一一応朝一番ぐらいにににお店に行けば手に入るものなんですね僕そもそも結構諦めていて、去年も朝一には行けなかったので、夕方行くともちろんこちらの食品の福袋はもうすでに完売の状態でしたが、朝午前中、特に朝のオープンの時に行くとまだ手に入るのかなーって、まあ今年の感覚ではそういった感じになりました。それが来年、再来年までその状態が続くのかは全くわかりませんが、カルディの食品福袋、人気なのは年々変わらないので、来年もどのような状態になるかわかりませんが、 今年年はこののようなな状態ででした来年の参考になれば幸いですもし気になる方はぜひ来年ゲットしてみてください沖縄だったらゲットできる可能性高いかと思いますあと中身ですね中身僕の予想以上あんまりですね動画とかそれほどカルディさんの福袋見ないようにしてたんですねなので中身がどれぐらいのものが入ってるのか分かってませんでしたがかなりお得ですね僕のお得情報って結構普段使うものにお金を使おうって普段使うお金を節約しようっていう形のものが多いんですけれど今回のカル アルディさんの福袋は普段使うっていうもので考えるとちょっと無駄遣いっていう気もしますでもいろんな味が楽しめて普段買わないものが安く手に入るのでなかなかお得かなと思いますしかも値段にして税込4000円で20店舗近くですね結局1917、うん、個でしたっけ入ってたので かなりお得かと思います。ぜひこれからしばらく。家のご飯というかお菓子とかは今回購入したカルディさんのものをどんどん消費していくような形になるかもしれませんが食べるのも非常に楽しみです。ぜひ皆さん気になる方はぜひ来年、今年はおそらく動画上げてる頃にはもうなくなってると思いますが来年のぜひ参考になれば幸いです。ぜひチャレンジしてみてください。ということでこちらのチャンネルでは沖縄の情報、最新情報、お得情報をお届けさせていただいてます。もしよかったらチャンネル登録、高評価ボタンもよろしくお願いします。それでは今日もありがとうございました。 バイバーイおまけですがビレバンに来てみましたビレバン福袋いろいろ売ってます値段もも円のものばっかりな感じですね今店員さんに聞きましたがいろいろありますが値段はこちらの税込み3600円のもののみのようです